就活で一番の問題は計画性だったと思います。 SNS は就活期のワード全部ミュートして、 YouTube も就活系全部見ないみたい、あと周りとも将来の話をしないようにしてましたね。やり続けるためにはやっぱり自分が強く気持ちを持つっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ったので。どうも、しゅんです。こんにちは。今回は合格者体験談シリーズということで、以前、しゅんダイアリーに出ていただいた、内定ゼロの福岡に住んでいる九州大学生の方を取材させていただいたんですけど、で、そこから最近ですね、そのテケテンくんが内定を取ったという報告をいただいたので、今日は取材させていただきたいなと思ってます。テケテン、こんにちは。こんにちは。おめでとう。ありがとうございます。よかったね。本当にね。そうですね、なんとか落ち着いた形になります。あの太宰府天満宮で祈ってよかったね。あ、そのいただいたお守りを胸ポケットに入れて最終面接に行きました。いやー、ありがとう。なんかこちらこそありがとうございます。いつ内定出たんですか？内定出たのは11月の25とかでした。おー、じゃあちょうど1週間前とかだ。今の気持ちはどうですか？そうですね、やっと落ち着いたので、ちょっと卒業研究をやらないと、卒業できなかったら元も子もないので、そっちを頑張ろうかなと思ってます。すごい現実的。そうなんですね。やっぱ内定出た時は嬉しかったですか？なんか飛び上がりました。おー、ちなみにどういう企業に受かったんですか？あまり詳しくは言えないんですけど、うん、マーケティング業務を支援する IT サービスを提供している会社で、一応大手メーカーの子会社みたいな形になってます。どんな感じで内定を報告受けたんですか？電話だったんですよ。営業時間がなんか5時ぐらいで閉まるんですけど、もう5時の時点でなんか来なかったから、ああやばいんかなとか思ってたら6時に電話かかってきて、はいはいはい、フィードバック含め内定の連絡をいただきました。フィードバックはどんな感じだったんですか？そうですね、一次面接でどんな感じの印象を受けたのかっていうところと、あと最終面接でここでどういう風な評価を受けたのかっていうのを簡単にお伺いしました。うんうん、それのフィードバックの中に、なんで採用したっていうところで、テケテンのどこが良かったんですか？芯があるっていう面と、なんか誠実そうらしいです。それは伝わるわ。結構納得するまでやり続けようっていうのが自分の中のテーマだったので、うんうん、それが実際達成できてすごく良かったのかなと。どれぐらい就職活動はしたんですか？だらだら始めたのが去年の11月だったんですよね。うんうんうん。で、説明会とか行って、なんか面接の練習した方がいいってことで、面接もちょびっとずつ受け始めたのが12月、1月ぐらいで、なんかそこで期末テストを挟んで辞めたんです。で、触っちゃって、気づいたら3月1日過ぎてたって。あるあるよね、でも。適点だけじゃないと思う。そこから人材業界とか見てて、まあ、あまりうまくいかないっていう中で医者内定いただいたけど、ちょっとどうしても納得感がいかなくて、結局1月から11月ぐらいまで結構悩みながらやった形だと思います。うんうんうん。じゃあそこの中でそこまであまりせずに春を迎えて、3月1日に就活解禁で、6月1日にもう面接解禁っていうのがあるじゃないですか。そのあたりってどういった活動をしてたんですか？そうですね、3月になってからは遅れつつもエントリーがたくさんできる時期なので、もうとりあえずエントリーしまくるみたいなっていうのをやっていて、その時期って結構オープン ES とか使えたりとか、 ES はだいたい書き上げてたので転用しながらみたいな感じだったんですけど、うん、3月に ES めちゃめちゃ出して、でそこで ES 通過したところ面接行くって感じだったんですけど、そこの面接で結構こけるみたいなのが多かった感じですね。なるほどね。そこでもっとこうしとけばよかったとかってありますか？自分の場合業界選びの時点でちょっとこけてたのかなというふうに思っていて、正直めちゃめちゃこれをやりたいとか本気でこれをやりたいみたいなレベルでその人材業界を志望してなかったっていうのがあって、うん、そこは結構もうちょっといろんなものを最初から見ててもよかったのかなっていうふうに。もう少し幅広く業界とか企業を見とけばよかったなっていうところですかね。そうですね、変に絞りすぎて気づいたらいろいろ終わってるみたいなのが結構あったので、そこは課題点だったかなと。うんうん。じゃあ2つに共通するのある種のなんか計画性みたいなところが若干薄かったみたいなところってあるんですかね？そうですね、就活で一番の問題は計画性だったと思いますね。うんうんうん。まあさ、テケテンの性格的にちゃんとなんかコツコツやるタイプだし、計画を立ててやってる感じもしたんですけど、なんかまだ足りなかったとか、あんまり考えきれてなかったっていう感じですか？自分がもともと人材業界受けてた理由が、働くを生き生きさせたいみたいな思いでやってたんですけど、うん、
なんかそれって人材業界じゃなくてもできることたくさんあるじゃないですか。それを考えきれてなかった視野の狭さがダメだったのかな。なんかもうちょっと全体を見て計画を立てるべきだったのかなっていう。ちょうど僕らが取材行った夏頃の話にちょっと移りたいなと思うんですけど、7月8月9月ってめっちゃ焦れてたと思うんですよね、その時期ってどういったことをしてたんですか？それまであんまりエージェントさんとか利用しなかったんですけど、企業数減らしたらなんか絶対止まっちゃうなと思ってたので、できるだけ全部聞いて、全部エントリーして、もうダメだったら次行くみたいな、そんな形で、自分が納得いく求人を探すっていうのを、でもすごい偉いね。なんかできること全部やるっていう感じのしぶとさみたいなところが結局内定につながったっていう感じもしますね。そうですね、理系だから院に行ったらいいんじゃないのっていう意見とか結構夏以降いただいてたんですけど、自分にとってはなんか逃げ癖をつけたくないなっていうのが一番あって、ここで仮に就活一旦ストップして院に行ったとしても内定取れるっていう確約があるわけじゃなかったので、それならもう今全部続けてある程度納得できるところでその内定いただいて、そこで頑張ってその後のキャリアっていうのを考えていけばいいかなっていうふうに思って、維持しても続けるっていうのをそうは言いつつ周りがどんどん内定決まっていくじゃないですか。だからそこでの焦りとかってどんぐらいありました？